はい、こんにちは、やすです、えー。今日も動画やっていこうと思います。今日はね、10月26日。えっとね、今週から決算のシーズンなのでね、できる限りね、いろんな銘柄のの決算で全部というわけにいかないですけどね、いろんな銘柄の決算のね、そこをやっていこうかなと思います。今日はね、チェックとトゥイリオという銘柄についてやっていこうと思います。今日もね、いい動画だと思いますのでね、ぜひ進んでいただく前に、えー、チャンネル登録とね、いいねを押していただければ嬉しいです。今日からね、ちょっとね、あの、 スライドをちょっとだけかっこよくしたんでね、ちょっとだけレベルアップしました。まあ見た目整えただけですけどね。はい。じゃあ行きましょう。えー、っと、まず私の自己紹介、初めての方に自己紹介なんですけども、もともと日本でエンジニアをやってましたと。ほんで、アメリカのゲーム会社で、えー、っとデータアナリストというね、分析のお仕事をして、4年前から、えー、シリコンバレーで、えー、投資事業をしてます。シリコンバレーでね、この左下にあるね、ゴールデンゲートプリッジがあるところなんですよねあ。知ってましたかね、皆さん。うん。すごく景色のいいところです。はい。 まあ、小ネタってわけじゃないですけども、本当、なんか連日、連日めちゃくちゃ辛いですね。うん今日はダウマイナス2.29、ナスダックマイナス1.6、S&P マイナス1.8。えー、っと、体感ではね、グロースはもっと売られたんじゃないかなというふうに思いますがね、あのー、ちょっとあの、いろいろと、 PSR とかね、今日眺めたんですけど、まだまだ続きそうだなと正直思ってます、まだね、全体的に5%ぐらい落ちてもね、おかしくじゃんおかしくない割高ぐらいにいるのでね、あのー、まだまだ続きます、まだまだあと5%ぐらい続くかなっていうのが正直な感想なんでね、本当にちょっと苦しい1週間、今週、来週となりますけどもね、本当に握力が試されるかなと思いますけど、もう少しです、あと少し。ね あのー、すごい、少ないですか、これ、この左のやつ。私もこれ実は聞いたことないんですけども、あのー、CD っていうね、なんか丸いやつ、丸いやつあるじゃないですか。昔ってあの音楽ってあの、なんか丸,丸いディスクみたいなの保存してて、でそれならまだしも、それのなんかすごくち,ち,ちっちゃくて細長い CD ってなって、ありましたよね。で私はこれ自体はあの聞いたことないんですけども、なんかちょっと頭に思い浮かんだんでね、もう少し、あと少し。 どんんなな歌なんですかねあの私一応あの多分これでもミレニアルルミミレニアル世代ミレニニアア世代ム世代なんでねあのそんなに年いってないですよ多分、うん、あのもうあの中学校か高校ぐらいにはね週休2日もねちょっと片足入れ始めた時期ですしね、はいまあ、そんなことどうでもいいんですけどもこれがあの2016年2017年のダウ、えっと、のグラフを持ってきました。 これ見るとすごくなんか勇気出ませんかあのトランプ当選したのってそこだったんですよ。いや、これ見ると勇気と絶望両方ありますよね。トランプ当選までこう落ち続けるのと当選し終わったら上がるっていうね。まあこれは今回そのね、バイデンさんになるかトランプさんになるかっていうのはね、まだわからないんせよ。少なくともその過去の 決算からするとトランプが当選すればとりあえず上がるということなんでね、まあ、確率的にはこのままトランプさんにサクッと買っていただいて、まあ、GAFA の決算が良くてトランプさんにサクッと買っていただいて、なんか、うん、あのいわゆるハネムーンと呼ばれますよね、この後の株価の上昇あともう少しです、本当に。はい、ではね、今日の本題いきたいと思います。えー、っと今日の決算は、ね、オンライン教育プラットフォームのチェックと、えー、メッセージ API の TWIDIO という、ね、この2社の決算速報になります。 えまずチェックなんですけども、えー、とちょっと簡単に会社の概要だけ説明していきます。あれ、うん、説明していきます、えーとね、左の,あの図にある通り、チェックスタディチェックライティング、チェックマスソリューション、チェックチューターズっていって、あと一番下にリクエイードマテレーズ、テキストブックっていって、もともとはねチェックってあの教科書のレンタルのビジネスをしてました。 でえー、とそれで上場したんですけども、2013、4年ぐらいかな、<laughs> から徐々,に徐々にオンラインの,あの、オンラインのプラットフォーム、教育プラットフォームを築いてきて、えー、といろんなサービスやってるんですけども、今日の教科書っていろいろ問題とかあるじゃないですか、問題集とか。 まあ問題集がありますよね。それのね、なんか、宿題の回答、それが宿題として出るんですけど、その回答がオンラインで見れるっていうね、すげえチート的な、ね、ツールなんですよね。あの、もちろん小学校、中学生、大学生ぐらいまでね、多分使えるサービスだと思います。で、この他には、あの、ライティングつってね、論文とかをね、ちょっとデビューしてもらえるサービスがあったりとか、あとマスソルバーつって、あの、オンライン上で計算式を入れていくと、難しいじゃないですか、計算式って。まだ二次方程式ぐらいだったらまだし、もなんかもう、 シグマとか、あのなんか、微分析文とか入ってくると、もうなんか、わーわーってなっちゃうじゃないですか。あのそういうのを全部式入れたら、一個一個、ステップ、ステップ、ステップで教えてくれる、ね、ツールがあったりとかするんですよね。あとは、チューターがあって、先輩にいろいろ、なんですか、人生相談とか、就職先も含めてしてもらえる。最近ではね、インターンシップの斡旋とかもやってたりしますみたいな、本当に学生のための総合プラットフォームだなという感じですね。本当にこんなん こんなん大学時代になったらマジ嬉しいですよね。大学とかノートを人,人に借りてノートをなんかコピーするとか本当アホみたいですよね。こんなんあれば全然金払えますよね。で、決算なんですけども、えー、っと、決算良かったです。えー、っと、EPS もね、予想7000と余りました。で、あとは、まあ、グロスで EPS とはあんま意味ないんですけども、あとレベニューもね、えー、っと10ミリオン、えー、オーバーして、YOY で63%と。 決算非常に良かったですけども、えー、時間外でマイナス5%となっております。で、えー、っと、混乱な感じですね。えー、っと、このグラフの通りです。で、まあ、結構ね、これだけを見るとね、うん、12月も結構、あの、ガイダンス、一番右ガイダンスなんですけども、ガイダンスも今これ180ぐらいかな。 180ぐらい出してきて、YOI50% とちょっと弱いなと思いつつも、いやなんか、第1クォーター、第2クォーターがすごすぎただけで、グラフだけ見ると、マジで順調ですよ、ね。本当に順調。そんなにこう、曇るところは一点もないなっていう感じで。で、しかもガイダンス、Q2、ごめんなさい、Q3 のガイダンスはもともと143だったんですよね。なので、多分、感覚的には、もともとガイダンスこんくらいだったんですよ。それがやっぱ10ミリオン超えて、 えっと、こうなったってことなんで、まあ、やっぱちょっと保守的に出してるかなっていうのを考えると、今ガイダンス180ぐらいなんですけど、まあ、200とかにね、ちょっと届かないぐらいね、まあ、こんくらい行ってもね、いいのかなっていう感じはしますけどもね、うん、そんな感じですね。 ただしね、時間外でマイナス5.4%になりました。特に売られるような決算ではなかったと思います。PSR4X も18程度で決した高くないし、あの前回もね、この銘柄の決算ね、良かったんですよ、前回も。前回もガイダンスを超えて YOY60% で、まあまあいいですね、つって。良かったんですけども、 なんかねこの銘柄、本当に上がるの渋いんですよ。めちゃくちゃ渋い。PSR、うん、PS ねこの内容だったら、ね、あらりも60%ぐらいでそんなに低くないんで、PSR25 とか30とかどんどん,どん伸びていくのがいいと思うんですけども、もまあ、とにかく伸びない。うん。多分ね、この,あのビジネスモデルってもう僕のこれ完全に予想なんですけども、も要は結局大学を卒業したらみんな解約しちゃうんで、その辺が多分ちょっとあんまりおいしくないんだろうなと思われてる理由なのかなと思うんですけど、まあでも、うん、前回も。 そんなに決算後反応しなかったですけど、なんだかんだ言ってね、えー、前回の決算から今日に至るまで10%か15%ぐらい上がってるはずなんで、まあね、次の決算に向けてね、まあ、ゆっくり上がる銘柄かなと思うので、まあ年間を通じたらね、3、40%ぐらい上がるんですけど硬い、PSR も別に高くないし、まあまあそこそこ硬い銘柄で、別に、うん、投資対象としては全然悪くない銘柄なのかなとは思ってたりはしますが、まあ、うん、そんなになんか、そんなになんか、そう、すごく、 こうなんかめちゃくちゃこう投資していきたいみたいな雰囲気はまあ確かにあんま感じさせない銘柄ではありますね。はい、続いてトゥイリ d をいきます。トゥイリ d もも、ね、簡単にプロダクトの説明なんですけどもトゥイリ d っていうのはあのー、一番分かりやすいのはよくサービスの2段階認証とかでなんかどっかの サービスでアカウントを作って、電話番号を入れたら、SMS を飛んできて、その SMS の番号をウェブサイトで入力して、あなたの携帯とサービスをこうマッチングさせるような作りっていっぱいあるじゃないですか。携,携帯で認証させる、携帯の SMS で認証させる、そういったところのプログラムを簡単にできる API とか SDK と呼ばれるんですけど、簡単にできるそのツール群を提供しています。で そのプログラムで簡単に SMS が送れたりとか、プログラムで簡単に、あの、何でしたっけ、ボイス、その要はオートメッセージをやったりとか、プログラムで簡単にチャットのボットが作れたりとか、プログラムで簡単にファックスもできるし、なんか WhatsApp 用の,の API もあるしとか、そんな感じですね。あと、最近ではビデオの、その、ビデオ通信とかも簡単にできると、とにかくその、いろんなアプリ、コミュニケーションを アプリにおけるコミュニケーションを作るためのプロットハムのいろんな開発のものを提供しているという感じですね。決、う、算、ん、見ていくんですけども、えー、EPS は8000と超えて、結構超えてますね、8000と、えー、超えてますけども、これ、ノンギャップベースで超えてるんですけども、ギャップベースではミスりましたけども、まあ、そんなに重要じゃないと思います。で売上は上、えー、っは40ミリオン、かなり大幅に超えてきましたと。はい で、えー、っと、こんな感じのグラスに出れますね。えー、っと、ガイダンスはね、406だったので、ガイダンス、こんな感じでした。なんで、40、50ミリオンぐらい超えてきたんで、確かにこれはミラクル決算ですね。本当に、2D ホルダーの方もお,あのおめでとうございますみたいな感じで、<laughs> えー、YOY もね、50%ぐらいと。で ちょっとこれガイダンス弱すぎじゃねっていうところは正直ありますね。なんかこの手のサービスなんで、結局あのね、あのなでだっ,っけ、この t w i オのなんのネットエクスパンションレイとかな、その今のお客様がその使う、あのさらに利用量を増やす、増やすっていうのも確か130何パーセントとかで結構高いので、正直これ、このガイダンス弱すぎじゃねっていうのはね、正直なところなんですよね。でも前回もガイダンス、なんか YQOQ でね、 なんか横ばいで出したらころだけ跳ねてきたんで、多分次回もなんかこんくらい行ったりする可能性はあるんじゃないですかねとかね、こう思ってたりはします。で、えー、と株価は時間外でマイナス1.54%です、正直な話。あのー 決算だけで見ればミラクルです、ミラクル。本当にもう株価は10%、20%上がってもおかしくない内容。ガイダンスが弱いとはいえ、なんか、まあ、過去も保守的に出してきてみたいなのし、うん、そ、うん、多分そんなにガイダンスの問題ないと思うんですけども、実はね、えー、トゥイリオは10月の頭に、あのもうすでに、ね、あ,のあ今回の決算は情報修正しそうだっていう発表をしてたんですね。 なので、もう10月の頭に、その時に出た時に、ポーンって売り上げ跳ねちゃったんですよ。なので、今回、このミラクルの決算出しても、あの本来こ、このここでね、ポーンって跳ねるはずの株価が、ここで上がっただけで、で、この時まだ内容は知らなかったんですよね。情報修正が入るだけって言っただけで。で、今、ここで、改めて、その、50ミリオン。 あとまあ400何、40ミリオになったんでちょ、ちょっとだけ微調整が入ってるということなんで、まあ、完全に折り込み済みで、時間外でちょっと微調整が入ったっていう感じで、まあ、外念が弱いかなっていうのが正直なところですね。というのが、まあ、なんか、トゥイリュの感じだと思います。で、今日の局論なんですけども、まあね、まずチェックからすると、やっぱ巣ごもり強いですよね。あの、株価が落ちたとはいえ、巣ごもりは強いなっていうのを感じさせる決算でした。正直、 QIQ で横ばいとはいえ、YOY で60%なんで、まあ、やっぱこう、でうん自宅ああ、ステイホームで、やっぱそのオンラインでやるものっていうのは、やっぱ強いんじゃないっていう感じする決算なんで、このあとね、e コマースとかね、在宅勤務、ゲームとか、いろいろ続きますけども、そういうのは本当、期待できるんじゃないかなと思います。次ははねね明後日にあああるるずでです赤赤がののちょっと見つつ明後日、あのー あさてててエッとととかか、ね、ファイバーとかねねそそういういちょっっっり系が入ってくるんでそこででこやっぱ改めて確認です、ねうん、ただね、今回やっぱ教訓はちょっと決算良くても株価下落っていうパターンはちょっと気にした方がいいかなと思います。うんあまあ、チェックなんでね、ちょっとわかんないですけども、でもチェックって別 PSR 高くなくてもここまで落ちたっていうことは、うん、ちょっとその全体的にやっぱまだ PSR 高めなので、決算でやっぱミラクルっていうのが出てこない限り、 あの決算後に、ね、調整が入ってしまうような、あのー、感じなのかなと思うので、まあ、ちょっと私も、ね、これを受けて、今、ガチャを、ね、ファイバー、ピンタレスト、えー、グローイングジェネレーションで3名柄仕掛けてるんですけども、ちょっとだけ、ね、ガチャ金額だとか、ね、見直しは検討した方がいいかなと思ってます。うーん あの11月3日までは、ね、確率的な決算後に拾えば十分じゃないかなという可能性もあるのでちょっと、ね、これを受けてガチャ金額などは見直して、まあ、ガチャしねっていうのも本当ありだと思います、うん、これが本当にこの今日の教訓だと思いますあの本当にもう一回重ねてあれなんですけども PSR 高い銘柄は本当に多分今落ちやすくなっていると思うので8月上旬もこのパターンがいっぱいあったので 本当に PSR、ね、ね今一度確認していただいて、p s r の高い銘柄は、ね、本当、決算、気をつけてください。本当に多分、ドカンドカン落ちていくこともありえるんじゃないかなと思います。まずはね水曜日、PSR の高い銘柄、いくつかあるんで、ね、そこで確認ですけども、本当、そういうのはあると思います。はい でねえー、と明日の決算は、えー、AMD とマイクロソフト、いよいよ本命が入ってきたって感じですね。明日もできる限り、ね、この2銘柄ぐらいは、ね、あの決算速報をやっていきたいなと思うので、ね、明日を見ていただければと思いますけども、本当にマイクロソフトは、ねえー、いい決算出せるかどうか AMD もです、ね、AMD 出すと AMB では盛り上がりますし、ねえー、すごく明日も楽しみですね。 ははいではねまだまだえ辛いえ1週間が続いて調整が続きますけどもね、決算ってね、本当めちゃくちゃ楽しい、本当にめちゃくちゃ楽しいんですよね。株価どうのこうのよりも、まず本当にこの企業がこんなことやってんだ、こんな業績が上がったんだっていうところか本当勉強していくとめちゃくちゃ楽しいのでね、そういうところ楽しんでいければいいかなと思います。はい。ではね、今日15分になりましたけどね、以上になります。ご視聴ありがとうございました。ではね、またえ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。